国内の新車販売台数は1990年の777万台をピークに減り続けています。2013年には537万台とピークの年に比べて年間240万台も売れなくなったことになります。そうした車離れが進む中、新車販売台数を伸ばしている企業が茨城県つくばみらい市にあります。今回のビジネスビューは、国産の新車販売に特化する企業、 100% 新車館の店舗名で知られる株式会社ヤギグローバルジャパンをご紹介します。2007年、茨城県つくば市で創業した株式会社ヤギグローバルジャパン。現在 100% 新車館というブランドで国内全メーカーの新車専門の販売店として展開しています。以前、国内大手メーカーのディーラーで働いていた八木代表を中心に、車の販売だけでなく、その後のメンテナンスやサポートにも力を入れています。最後にお客様が本当に買い物していただいた、いただける環境をしっかり作っていくというのが、僕らの狙いであります。 100% 新車にこだわり、業界の活性化を目指す株式会社ヤギグローバルジャパンをご紹介します。それではまずは 100% 新車館の名前で店舗展開していらっしゃいますヤギグローバルジャパンの設立の経緯からお話を伺っていきたいと思います。もともと国内の大手メーカーのディーラーで、お仕事をされていたそうですね。そうですね、もともと学校卒業しまして、はい、日産の方の販売会社の方に入りまして、新車を売っておりました。で、九州と東京の店舗で勤務されて、 はい、それから、中古車ディーラーに転職をされていらっしゃいますが、ここは何かこう思いがあったんでしょうか。そうですね、ちょっと人の紹介で、神奈川本社の、中古車販売会社の方に、転職をしまして、そこに16年勤めました、はい、かなり長くいらっしゃいましたね、はい。販売現場を長く見てきた八木代表は、中古車は同じ車種でも一台一台状態が異なるため、顧客の希望と全てマッチしないこともある。しかし新車であれば全て同じ状態で販売できるため、顧客は妥協せず車を購入することができるのではと思い、新車販売専門の会社を設立しました。そしてその後 100% 新車にこだわる今のヤギグローバルジャパンという会社を設立して、 100% 新車館というブランドで店舗展開していらっしゃいますけれども、まずはこの 100% 新車館の特徴を教えていただけますか。まず国産全メーカーの新車を扱っているということで、本当その、扱っている中でも、それが最安値でご購入いただけて、ここのお店に来るだけで全メーカーの情報が得られるというのが大きな特徴だと思います。これはメーカーを超えて全ての車を扱うというのも新しいですよね。他に見たことがないんですけれどもなかなかそれはないと思いますし、あとはやはり全メーカーの、本当中立な立場でですね、お客様の、いろんな、本当いろいろ特徴、要望、あとニーズ、いろんな、ニーズがある中でね、的を得た、お車をご紹介できるんではないかなっていう、それが特徴かなと思います、ね。はい、しかも新車にこだわったということですね。そうですね、やはり新車っていうのは高いお金出してご購入いただいて、思い入れがあって、イメージがあってね、もう夢があってご購入いただけるもんですからね、もう妥協してほしくないし、やっぱりその長いスパン乗っていただく上でも、本当に妥協しないいいもの、いい思い描いたものに乗っていただきたいなっていうものが新車だと思ってますから。そうですね、本当に自分の思った通りの車が手に入ると、乗るたび見るたびにこう嬉しくなりますよね。そうですね、
うん、新車の場合だと本当メーカーでは5年、5年、3年、5年、10万故障っていうのがついてますんでね、はい、まあ中古と違いまして、中古車の場合だと一部追加で例えば修復歴ありとかいろんなこう、まあ、車によってっていう部分はありますけども、新車はやはりもう5年10万キロ守られた部分になりますしね、もう安心してやはり自動車ライフを楽しんでいただけるものだと思いますし、まあ、リスクのない形で乗れますから、まあ、それをより安くご提供することがお客様の、まあ、本当に、まあそういうところに要望に合った形でね、僕らが、まあ、僕らの使命だと思ってますから、そういうことを、まあ、実現したかったっていうのがありますよね。 100% 新車館では通常の新車ディーラーとは異なり、接客、営業、事務など一人一人のスタッフが何役もこなします。さまざまなローコスト管理を実現することによって販売価格を抑えることができ、顧客満足につながっています。他のディーラーさんいっぱい行って、で、まあ、最後に行ったのが 100% 新車館 で、まあ、価格も安いっていうのと、で行った時にスタッフの対応、笑顔だし分かりやすいしっていうところで、ここで買おうかなと思いました。やっぱりその対応の良さ、速さ、良さというか、その明るさもそうですし、その対応の良さ、そのやっぱりこう私のわがままも嫌な顔せずに聞いてくれて、そういうところではやっぱり一人の方がずっと自分の対応してくれるっていうのはすごくいいと思います。 100% 新車館は茨城、埼玉、群馬県、東京都に営業拠点を設けています。新車販売業界の慣習ともいえる顧客との値引き交渉をやめるために、自社の販売価格をこれ以上の値引きはできないワンプライスで公開しています。そのより安くという点では、はい、価格をホームページで公開していらっしゃるんですね。そうですね。まずはやはり自動車の販売会社、まあ、各ディーラーっていうのは、価格を基本的には値引き価格とか公表しておりません、やはり個別にディーラーに行ってご商談いただいて、営業マンから店長みたいな感じでね、店長最終価格出してくださいみたいな、まあ、っていうそういうね流れで、まあ、最終価格が出るんでしょうけど、まあ、それをやらないと基本的に最終的にこの車がこの価格なのかっていうのが最終的には出てこないと思います。中で、まあ、個別に商談してお客様がご購入いただいた上でも、これが果たして安いものなのか高いものなのか、自分は安くこう購入できたのかな、どうなのかなっていうのが実際わからないと思うんですよ。そうなんですよね。そこはやっぱり車を購入する上で、この価格という項目もこう、非常に重要なところなんですけれども、特に車に詳しい方でない限り、どうもこれは本当にこの価格が適正なのか、もしかしたらちょっと騙されてるんじゃないかなっていう思いがどうしてもあって、安心して買えないところがありますよね。そうなんです。やっぱりお客様はやっぱり平等であって、なおかつ女性だけで買いに来られるお客様とか、まあ詳しくないお客様とかたくさんいらっしゃって、やっぱそのお客様たちにやっぱりこう本当に何ですかね、こう小出しに出していくっていうのはやはりやっぱ戦略上取るべきではないと思いまして、まあ企業努力をした価格を公表して、それをですね、まあ、安いと取るのか高いと取るのか、いろいろお客様取り方はあると思いますけれども、それをまあ公表するっていうのがうちのスタンスとしてやっておりますね。今回お邪魔しているのはつくば市にある店舗ですけれども、はい、本店はつくば未来市にあって、このつくばを中心に展開していらっしゃいますけれども、もともとご出身は熊本でいらっしゃいますよね、はい、なぜこのつくばの地を選ばれたんでしょうか。今つくば未来の、まあ、つくば未来のお店までですね、新宿あたりが45分ぐらいで、そうですね、ご来店できてっていう、まあ、車のアクセスも良くて、あと基本的に常磐道ってあまり混まないので、
まあ、本当はそういう面でのアクセスがやっぱり広範囲からですね、たくさんまあご来店いただける上で、やっぱり高速沿線沿いを狙った店舗展開をやっておりまして、まあ、つくばみらい本店というのは常磐道、まあ、もちろんその、首都高から、まあ、三郷、あと柏インターの次のインターになりますね、はい、ですからものすごくアクセスがいいのと、あとは、まあ、常磐道を中心とした、店舗展開、まあまあ、そこからのお客様の集客ですね。 100% 新車館では顧客に満足してもらうため、ホームページで販売価格だけでなく、お客様アンケートに営業マンプロフィールも公開し、どの営業マンを自身の担当にしたいか選ぶ営業マンご指名制度があります。10質問すると10返ってくるような人だったので、まあこの人に任せれば大丈夫かな。やっぱりでもスタッフさんの方の対応とか、まあお店の雰囲気から何か値段にしても、まあ他のディーラーではないもう素晴らしいところが多いんで、やはりこちらで購入させていただこうかなと考えています。いろんなお客様がご来店されますので、どんな目的でお車を使うのかだったり、家族構成とかニーズをしっかり聞き出しを行って、お客様に合った最適なお車を提案するように心がけています。最後に今後の展望、どんなことを考えていらっしゃるのかお聞かせいただけますか。まずはその少ない人数でたくさん売るためには、どういう販売方法があるかっていうとね、やはりまずは一つはもう次の段階でテレビショッピングをやりたいなっていう、はい、自動車をテレビで買う、まあテレビショッピングとしてテレビで買う、そういうこう、フローを考えております。会社としてはですね、まあ今30億、今後まあ50億に向かって進む上で、まあ株式上場を、していきたい。なおかつ私どもがですね、まあこういう公のところ、まあ、あとはその、まあ、デーラーとの、まあそういうなんていうんですかね、相対した部分で、まあデーラーと、まあ、販売をし合うことで、販売合戦をし合うことで業界全体がね、さらにやはりすごく活性化されて、まあもっともっと分かりやすいものになって、なおかつその購入メリットがたくさん増えていくことが大事だと思います。圧倒的な価格差と、あとはもう本当もう私たちができる最大のサービスと、お客様が購入していただいた後もこれはすごいなと言えるようなものをですね、僕らが用意していくことで、最後にお客様が本当にいい買い物をしていただいた、いただける環境をしっかり作っていくというのが、まあ、僕らの狙いであります。